皆さんこんにちは、ダイスです。今回はペーパーマリオ折り紙キングやっていきましょう。焼け砂砂漠まで来ました。で、焼け砂焼け砂やせ焼け焼け焼け砂砂漠が、お宝発見率が 0% になってます。で、ここが終わったら次の砂漠にも向かおうと思うんですが、お宝発見なのでどこかにあるはずなんだよね。この狭いところにあるってどこなんだろう。あと、夜じゃなくて太陽が出た後なので蜃気楼みたいにふわふわしてますね。こんなに近いのに蜃気楼みたいになるんだなっていうのに驚きました。とりあえず探してみないとですね。あ、これじゃない？ここ初めて来た。1個なのかな。先生これ掘って、ほら、あた、先生だよこれ。先生じゃない？先生、考古学者キノピオナンバー63、これで終わりじゃないか先生。びっくりした。あったっけ。ここって終わったからじゃないと来れないわけじゃないですよね多分。あれ、あ、とりあえず終わりましたね。なんかもう一箇所あったりする。あ、待って、そんな2体も一緒に来るなんて、えい。これも掘ってもらいましょう。多分コインとかだと思うんですけど、コイン来たー。いや、お金なかったから先生の掘ってくれるコインは頼もしくて仕方がないですね。で、次は右側から行きましょう。あ、ここにもでっかいパタパタがいる。右砂漠はキノピオ救出率が 80%、 スカスカ穴は 60%、 お宝発見率は 100% なのでキノピオと穴だけですね。とりあえずこの穴やりましょう。先生にサボテンの中の話を聞いてる。暗かった？けど泣かなかったぞ。そういう話が聞きたかったわけじゃないんだけどな。まあいっか。あ、多分あれがお宝だったような気がします。探索します。キノピオどこだろう。あ、ん？キノピオいる？どれ？わかんないや。これ？違う。あれ？とりあえずパタパタ倒さないといけないかな。あー！引かれた。こっち。気づいて。目の前いるブーツカーはちょっと。待ってて先生。あー、また引かれた。もうこれ私めちゃくちゃ下手くそですね。あ、いけた。えい。このまま歩くのか。ちょっと待ってて先生。えい。ハートなんだけど、パタパタいないね。靴に砂が入った。あ、ごめん先生、ちょっと呼ぶね。近いけど。どうしてもブーツカーに乗りたいらしいので、とりあえずね、乗って移動します。キノピオどこだろう？とりあえず、これやりますか。これで穴の修復は終わり。あ、蛇がいるからこれじゃない？これ蛇だよね。あ、いた！
私テレアなんです。蛇になっても性格は変わらないんですね。キノピを発見しました。お金掘ってもらって、ここでやらなきゃいけないのは完了ですね。右砂漠はこんな感じなんだね。次は左砂漠行ってみましょう。折り紙兵残ってるけど、まあいっか、どうせまた出ちゃいますもんね。左砂漠、お、あれ、これも光ってる、ここも光ってる。いやー、いっぱいお金上がりますね。完全なる埋蔵金嬉しい。誰がこんなに落としたんだろう。あれかな、砂の中に落としちゃったからもう拾わないでそのまま行っちゃうのかな。の雪の中に、あ、自動販売機の下とか雪の日いっぱいあるって聞いたことあるんだけど、それと一緒な感覚なのかな。いた、トゲがなくてもサボテンって分かりました。一番ちっちゃいやつに当ててみたらいましたね。では修復して、でキノピオもまだいると思うのでそれもやりましょう。あ、この丸いやつも倒せる、倒せるって壊せるんだ。丸いやつ、これ壊してみる。特にないね。どこだろう。あ、埋まってる。わ、全然気づかなかった。これじゃんね。うおー、あれ、当たってしまった。2回かな、2回だったら回せる。あ、2回ですね、よかった。はい、これすごいなんとなくなんだけど、アイアン系のブーツの方がいいのかな。普通のブーツでもなんかいけそうな気がするけど、こっちにしちゃいました。で、骨クリボってマリオのハンマーでいけたような気が、違ったかな。あ、硬い、2回だった。あ、先生強い。え、そのお金どこから出てる。先生が持ってるやつでいいんだよね。使ってないよね、私のコイン。あれ？まあ、いっか。これだね。引っ張ろう。一匹、キノコじゃないです。いや、キノコじゃないの？キノピオ、キノ。まあ、いっか。お墓じゃないです。怒られてる？えい。ゾンビじゃないです。これもじゃない？当たった、ありがとうございます。ドクロにおるなんてちょっとセンス悪いですよね。何だったらセンスがあることになるのでしょう。で、まだいるんだね。どこ、あ、いた、いたし、なんかこれだね。これで終わりかな。まあ、まだあれ、まだ直さなきゃいけないところがある。今サボテンの上に虫がいるからこれだと思うのですけど、ここは左砂漠です。目の前の大きな塔は砂漠全体で4つあるそうですよ。キノピオの救出はこれで終わりですね。先生、これ掘ってほしいです。よし、ありがとう。で、あと直さなきゃいけないところが何箇所あるんだろう。あ、これね、全然気づかなかった。手前の方あんまり来なかったですね。まだあるのあれ、あ、ここもなんだ。うわー、えい、えいえい、先生
サボテンの中どうでしたかってめっちゃ聞いてるよね。よし、じゃあ掘ってもらって直して終わりかな。お金いっぱい、嬉しい。この光ってるここって復活しないですよね多分。個人的には復活してくれればそれだけお金がすぐ手に入るんですけど、しょうがないですね。これで左砂漠も完了しました。はい、砂漠に来てから焼け砂大砂漠、焼け砂砂漠、左砂漠、右砂漠が終わったのですが、左奥砂漠と右奥砂漠と、あとはキノピサンドリアが残ってますね。砂漠先行きますか。あと2箇所もちょっと少なさそうなので、このまま行ってみたいと思います。はい、じゃあまずはこっち右奥砂漠から見てみようと思います。これだよね多分。めっちゃそんな逃げるの早くない？これいるところをどこ行ったかわかんないんだけど、どうやってやるの？掘るのかな。先生ここ掘ってみて。あ、出た出た。こういうやり方か。ね、今まで絶対気づかなかったです。当たりでーす。あとどこかわからないので、とりあえずなんかなんとなく掘ってもらいます。いないよ。この辺？外れでーす。あとどこだっけ？この辺。いた！正解！やった！キノピオの救出率が 100% になりました。ここかー。なんだ、次は左奥。わ、いっぱいある。掘ってもらおう。お金、まあ、100が多い、嬉しい。何箇所あるんだろう。お、ここもだ。先生に掘ってもらう。先生、いや、かなりいい感じの埋蔵金ですよね。本当に嬉しい。どれぐらい埋まってるんだろう。あ、ここで終わりかな。100% になりました。よかった。ここ確かなんか全部やったら何かが出た気がするんですけど、気のせいだったかな。多分お宝フィギュアかなんか出た記憶が。あ、これだ。これって何回もできるのかもしれない。前確かお宝フィギュアとかだった気がしますね。こっちは？こっち違ったかな。なんか来てる、なんか来てる。こっちも復活しますね。100。こっちもなんかだったような気がするんですけど、忘れちゃいましたね。こんな感じで今回は砂漠を全部回り終えてみました。で、まだ旅の土管3番目の砂漠エリアだと町と、あとはひかみ洞窟残っているので、次回はキノピサンドリアの町とか行ってみたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた、See you!